でどんどん太くなっていっちゃうんで、なるべく控えるようにはしたいと思ってます。あの年数いけばいくほどですね、多分、要は風邪師の年数を多く使えば使うほど重なってきた時段階で元から深くなってきますので、まあ、そのあたりの時点で一回見極めて次の新しい枝を出せるかという、そういったところも一つの、まあ、重要なポイントになってくると思うんですが、お願いします。何か全体として、あの湯谷さんの方でご質問ある方いらっしゃいましたら、お願いいたします。よろしいですかね。じゃあ、あのすいません。